第1試合目ライト級71キロ以下ラージハイ VS 平石浩一、はい、これね結構いいカードかなっていう。いや面白そうですねこれね。ラージハイ選手は前回すごい衝撃的な KO 勝利ということで、あんまり格闘技経験ない同士の選手同士が結構いいキャラの選手がぶつかって、うん、で超衝撃的な右で倒したっていう、うん、で対する平石浩一選手ということで、はい、まあ、ブレイキングダウン何戦かしているうちにだんだん強くなってますね、うん、この間のひな壇争奪戦で海部選手に勝ってね8出れなかったんですけど、まあ、ここでちょっと試合組んであげたいなっていうところと、うん、ラージハイ選手の実力も見てみたいな。なんかこの辺の確かに、ね、実力ある人とやった時にどのぐらいのレベルなんだろうって、うん、まあ、ここをラージハイ選手が普通に同じような KO 勝ちしてきたら相当やばいポテンシャルになって、ね、スター選手に驚いてるい間違いない。しかも彼めちゃくちゃ花あったね、うん、まあ、これいきなり1試合目から楽しみだ。お前とりでは目指してるもんもちゃうし覚悟もちゃうし試合当日格の違い見せつけたるわ。勘違いしてるラージハイに段違いのパンチラインをぶち込んでやろうかなって思います。